こんにちは、セゲンです。今回はキャンプギアのアップデートになります。アップデートしたのはこちらになります。じゃんと、レザーマンのマルチツールですね。で、こちらを、アップデートしたので、早速開封比較していってみたいと思います。まあというのも、自分は、レザーマンのマルチツールこんな感じで、愛用してきました。ただ、結構、年季が入ってきたのでアップデートした形になります。ということで開封とともに、この今の原稿を使ってるやつと新しいやつ見比べて、まああと重さとかちょっと比較してみたいと思います。ちゃんと、まあこちらが新しいやつになります。レザーマンサイドキックって書いてますね。ということで、こちらを。原稿よりちょっと重いのかな。まあちょっと、まずは、重さを比べてみたいと思います。はい。じゃあ、原稿を使ってるやつは、168g ですね。で、新しい方は、190g。ちょっと重くなってる感じですね。ということで、重さはちょっと重くなりました。はい。では、この新しかったレザーマンのサイドキック、どんな機能があるか見ていきたいと思います。まずは一番使う、プライヤーですね。で、次が、何にしようかな。まあ、次に使うとしたらナイフですね。こんな感じ、ナイフにもなります。ナイフはロック式です。で、次、まあ、あと、後ろにこんなストラップというか、引っ掛けるやつもありますね。あとは、まあ、いろいろあるんですけれども、これ行きましょうか。こんな感じで、まあ、プラスとマイナスドライバーがついてます。と、こっちはノコか。ちょっとしたノコ、これもロック式ですね。で、あとは缶切り系があるはずですね。はい、こんな感じで缶切りだったり、まあこれは穴はストラップかなんかですかね、とヤスリと、これもなんかちょっとしたナイフなんですかね。こんな感じがついてます。以上が、機能ですね。まあ十分、自分がだいたい自分使うほとんど使うケースってこのプライヤーなんで、という感じで、こんな感じです。で、こっちの方もいろいろついてて、だいたい同じなんですけども、まあナイフだったり、こっちの方が刀身が長いですかね。ナイフとして同じくらいかな。ああ、やっぱり9の方がちょっと長いですね。細いですけど。まあ、こっちの方もいろいろついてて、まあ、ナイフの他に、こんな感じで、いろいろついてます。ドライバー。まあ、ノコはついてない感じですかね。あと、こっちにしかないやつは、ハサミありますね。チョキチョキ。と、缶切りだったり。という感じですね。こっちの方もヘビーユースしてました。あ、こっちハサミないのか。まあ別にハサミそんな使わないからいいんですけど、こっちはハサミはない方みたいですね、このサイドキック。で、マルチプライヤーよく使うって言ってたんですけど、どういう風に使ってたかっていうとですね、自分の場合は
ジャンと焚き火フライパン、焚き火フライパンですね。こんな感じで、で本当であればここにこう木を刺して使うものなんですけど、木を用意するのがめんどくさかったりするときは、自分はこんな感じで使ってました。ここを固定して、ゴムかなんかで固定してということで、自分はいつもこのマルチプライヤーを一番ヘビーユースしてた感じですね。一番使ってた感じです。まあやっぱりギアが新しくなると嬉しいもんですね。まあこっちはこっちで良かったんですけど、まあ今使ってた方はもう引き取り手が見つかったので、今後はこちらを使っていく感じですね。ということで、今回は、ギアのアップデート、レザーマンの、マルチツールのアップデートでした。ということで、整理でした。ありがとうございました。また。